はい、皆さんこんにちは、 SD 水正です。今回ご紹介するマウスピースはソプラノのこちらのマウスピースです。じゃーん、はい、スーパーセッションですね。 H というかなりね開きの広いマウスピースなんですが、こちらをレビューしました。昔はねアルトサックスとかも出てたんですけど、今はもうソプラノしか作られてないマウスピースで、このようにラウンドチェンバーといってね丸くなってます。マンドレンのねマウスピースとかでこういうの多いですけど、セルマーでは、まあ、コンセプトとかそういったマウスピースがこういう風になってますね。丸く息がストレートに入る感じでしょうかね。そしてシャンクの部分、これを見てなんとなくショートシャンクみたいなね1950年代ぐらいですかのマウスピースをちょっと彷彿とさせるような感じ。吹き干しとかももうちょっとショートシャンクとかの方がブリ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 言ったりとかするんですけど、まあでもいい線いってる感じですね。価格的には2万円台、まあ中頃まではいかないのかな。品質も良くてですね、ちゃんと選定すればですねかなりいい、線いくマウスピースだと思います。吹き心地的にはセルマーのマウスピース特徴ですけれども、ちょっとこう抵抗感がありつつも、でもよく息も通るしね、鳴ってくれるというね。特に今吹奏楽をやられてて、これからジャズやりたいなんていう人が、まあ特にソプラノなんかねコントロール難しいので、まあそういった時にこのマウスピースなんか吹くと適度な抵抗感と、あと適度な抜け感とかで結構いいコントロールが得られるマウスピースだなと思います。サラサラ言いつつも、どちらかというとウェットな音でね、すごく雑味も少なくいける方のマウスピースなんじゃないかなと思います。アコースティック向けですね、やはりね。価格も手頃ですし、迷ったらとりあえずこれ買っとけばいいんじゃねぐらいの感じに思います。いろんなマウスピース選定するときに一つね基準となってくれるような、アルトサックスでいうとメイヤーのような立ち位置のねマウスピースとしても活躍してくれると思いますし、ずっとこれ使っててもねなかなかいいかなと思います。まあ、説明書きにパワーがどのことと書いてあるんですけど、やはりパワーとかは今の高いマウスピースにたくさん出てますけれども、そういったものにはかなわないので、パワーを求めるときにはもうちょっとねいろんな選択肢が、あるかなと思います。ということで今回はね、セルマーのスーパーセッションの H、 こちらの A 開きをレビューしました。またね。